おはようございます、じゅんです。今日は日高カントリークラブにやってきました。実はですね、日本シニアオープンゴルフ選手権の今日前日なんですけど、特別に練習ラウンドの取材をさせていただくことになりました。ということで早速撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。今ですね、14番ホールに来ています。これからですね、羽川豊プロについてきます。羽川プロといえば、プロテスト合格後ルーキーシーズン中に日本オープン、日本シリーズに優勝、次の年にはマスターズに招待され、初出場で15位、世界最強のレフティと呼ばれていました。現在はシニアツアーでの活躍のほか、テレビや各種メディアでの解説者としても有名です。これから見ていきたいと思います。よろしくお願いします。カメラみたいなね、280m、めっちゃ飛びますね。なんか力強い。ミスショットないから早い、回るのもね、歩くのも早いし、今日は練習ラウンドだからグリーン周りいっぱい練習しててゆっくり回ってるけど、打ってポンポンポンみたいな感じで、すごい飛んでる。だってさっきも260ヤードは飛んでますね。もっと飛んでるかもしれない。おー、めっちゃ飛んだ。すごい飛びましたよ。でもラフ入っちゃうとやっぱ止まっちゃう。すごい、日に日に長くなってくんだもんさこの幅が雨降ったらまた伸びちゃうよ。今日の夜の雨でまたバーッと伸びると、もっと難しくなる。滑らないですしね、抜けなくなりそう。練習だったら簡単にみんな打ってるから、はい、そんなにラフの怖さはないんだけど、はい、一つ試合でラフ入っちゃうと、うん、見てよ、あの青々としてるすっぽり入るから、うん、恐怖感というよりも難しさがすごく出てくる。ただメジャーのトーナメントというのは、はい、やればやるほど難しくなる。なんかこの大会はすごい難しくしてあるって先ほど聞いたんですけど、うん、あのコースもちゃんとこうドッグレッグしてて、そのポジションに打たないと、その前方の木が邪魔だったり枝が邪魔だったり、ピンも、はい、あの砲台で結構うねってるでしょ。はい、だからピンの位置をちょっとこう振られちゃうと、うん、相当選手はね、だからこのホールなんかにしても55番だけども、どんどん先行くと締められるでしょ。でドッグレッグで左側に打つとフェアウェイなのに木が邪魔になったりする、ね、だからフェアウェイ打ったってこういうそのシチュエーションがあるんで、やっぱり選手っていうのはそういうところを考えて打っていかなきゃいけないんで、結構難しい。多い解説してくれる。危なくない？危ない。いいショット過ぎたんじゃないですか。ちょっと見に行って。最高料件。めちゃめちゃ。ハガプロ、あ、すごい優しくてですね、あのコース入って撮ってって言ってくれたので、結構近くまでね行って撮影させていただいてます。ラフラフがズボ、今ので伝わったかしらあ、下ってる、下りにつけたらやばそう本当に。右からドローみたいな
イメージだと思うんですけど、グリーンも縦に狭いのかなんかすごい狭く見える。右プッシュしたらバンカーだし、あの16って書いてある番号ぐらいかな、ドローみたいな感じかな。違ったらすいません。204って言ってたけど、204をさ狙って打つってすごい難しい。やっぱ曲がっちゃうしね、200ヤードぐらい上げてたのかな、これ縦が上げてましたね。17、ここはパー5かな、左ドッグレッグ。あ、なんと雨が降ってきちゃった。よし、雨が降ると芝は伸びちゃうから、もう明日ぐんぐんですよ、ぐんぐん。すげえ、すんごい飛んでます。すごい、一番下から砲台グリーン、すごい砲台。ここ17番の時砲台でしょ、そこに行くと、もうこうギューッと掘ってきちゃえばいい。こうやって砲台グリーンだから、はい、で、一番難しいのはこう出てきて、こういうところに入っておいて、あ、ここにこう入った時に、こう入れた時にすごくアプローチが難しくなるって、まあ、今回こういうのが結構多い。あ、そういうコースになってるんですね。そういうセッティングになってる。セッティング、周り見て、そう、この、わかる？傾斜見える？傾斜映ってる。バウンドになってる。しか見ても。あ、すごっ。もう切れないだろう。いや、切るでしょ。ここまで極端には切らないけど。あ、切らないだろう。いや、それ多分ないですよ。ないよね、落ちちゃうもんね。ここだろ。もう絶対もう、こっち下のピンポジが多分違うから、ここに切るんじゃないかっていうところ。18番ホールです。砲台なのかな、またこうなってます。最後ありがとうございました。いえいえいえ、お疲れ様です。取れました、いいの。いや、すごい難しいなって感じでしたね。やっぱりメジャーの試合っていうのは、シニアもレギュラーもそうなんですけど、ラフが結構深く、うん、そのセッティングが多いので、はい、ラフに入れた時のショットがものすごくこのボールを飛ばせない状況になる、ライが悪くて、それがやっぱり難しくなるんで、やっぱりスコアまとめるのは大変ですよね。調子の方はいかがですか。調子やってみないと分かんない。明日の意気込みは。いや、意気込みは一緒に懸命やりますけど、ね、ちゃんとドライバーが曲がらないように打つことと、ちゃんと小さめのグリーンで傾斜があるグリーンですから、しっかり、いい上りのラインにどれだけつけられるかっていうことですからね。頑張っていきます。はい、一般ゴルファーに向けて、シニアツアーの魅力というのはちょっと、シニアの人ってのは結構いろんなその技術って結構長い間やってきてないですか。こうやっていいこととやっちゃいけないことっていうのがありますよね。で、それをこう分かって今の形ができてるわけですよ。あと自分たち体が動かなくなってきてるっていうのがあるわけ。でもアマチュアの方は、ね、なかなか練習をしないんだけども、シニアのその、やっぱりどうしたらボールを飛ばせるのか、年齢がいっても飛ばすのかっていうのをね、こう参考にしてもらえれば。だから手で
手先だけでやっぱり強く振るんじゃなくて、やっぱりその下半身を使った振り方をすればまだ年齢がいっても飛ばせる、まあ、そういうものはアマチュアの方にも参考になるんじゃないかな。あとグリーン周りの、その技、小技ですよね。いろんな転がしもあれば、あの止めるボールもあるし、それもいろんなクラブを使ってこう打っていくっていうのも、そういうのもあのシニアの魅力じゃないですかね。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、以上羽川プロでした。日本シニアオープンゴルフ選手権なんですけども、昨年大会3連覇を果たしたプラヤド・マークセン選手の4連覇がかかっています。これを食い止めるべく歴代チャンピオンとして中島恒幸選手、倉本昌弘選手、室田清志選手たちに加え、実力派の伊沢利光選手、それから谷口徹選手、ツアールーキーの深堀圭一郎選手が参戦します。そして50歳以上の、地区予選最終予選を経て出場資格を手に入れた全国のアマチュアゴルファー、プロゴルファーがこの日高カントリークラブに対し、総勢126名の日本一のタイトルを争います。すごい多いんですね。会場に足を運べない方はテレビでも観戦できます。ぜひお楽しみください。見てねー。